こんにちは、今回なんですけども、こちらの怪しい薬物を2つ買いました。はい、グリセリンと無水エトノールになります。はい、でこれで何をするかなんですけども、こちらでダンゴムシの標本を作ろうと思うんですけども、ダンゴムシをプラスチック化させようと思います。はい、というわけでですね、偶然にも不幸にもアンバーダッキーの一匹が死んでしまっていたので、早速今回はこちらを標本にしてみようと思います。というわけで回収します。はい、こちらの容器に入れました。こちらただのプリンカップですね。はい、それで手順そのうちなんですけども、まずはこちらの無水エタノール、こちらにつけることで脱水していこうと思います。まあ分量が分かんないので、とりあえず浸かるぐらい入れます。はい、これぐらいでいいでしょうか。分かりますかね。浸かるぐらいは入れました。はい、とりあえずこれで1日置いてみようと思います。はい、というわけで1日経ったんですけども、見ての通り特にまだ何も様子の変化はありません。アルコールにつけたので、色が落ちないか心配だったんですけども、まあ、そこまで落ちている感じはしません。はい、アルコール漬けにして2日が経ちました。やはりそんなに脱色しているような感じはしないですね。そしてですね、実は昨日またもう一匹死んでいたので、そちらも入れてみましたけども、まあ、やはりこうやって比較しても色落ちはしてないみたいで良かったです。というわけで、いよいよ次の工程に移ろうと思います。ここからプラスチック化が始まります。というわけで、ダイソーでこちらのいい感じのサイズの瓶を買ってきました。こちらに今度はですね、グリセリン、こちらを入れていこうと思います。はい、ではグリセリンを入れていきます。こちらなんですけども、再利用できるみたいなので贅沢にこれぐらい使おうと思います。はい、それではいよいよ、グリセリンにこちらのアルコール漬けにしたダンゴムシたちを投入しようと思います。なんか浮きますね。いいんでしょうか。浮くので仕方ないですよね。とりあえずこれで1日置きます。必要に応じて1日から3日間ぐらい毎日こちらのグリセリンを新しいものに取り替えてつけておくみたいなんですけども、そのグリセリンはですね、この前のこのアルコールにつけるという過程ですね、ここで脱水が済んでいるので、こちらで行われる脱水は少量なんですけども、そうすると少量であればグリセリンより先に水が蒸発するので、蓋を開けて放置すると勝手に水が飛んでくれて再利用できるみたいです。はい、1日経つんですけども片方が沈みました。何でしょう、これは浸透してきたってことなんでしょうか。よくわかんないんですけども、でまあ、とりあえずは新しいグリセリンに交換しようと思います。
はい、2日経つんですけども、片方は沈んでいますけども、もう片方は浮いたままです。これは何なんでしょうね。浸透してきたら沈むってわけでも何でしょうか。それともアルコールでの脱水が不十分だったとか、そういうことなんでしょうかね。それともう一つ不思議なんですけども、見えますかね、沈んでいる方が明らかに赤くなっています。よく理由が分からないんですけども、普通はですね1日から3日ほどで、こちらのグリセリンにつける作業が終わるんですけども、試しにもう少しつけ続けてみようかなと思います。はい、めんどくさくなって放置していたら1週間ぐらい経ってしまったんですけども、このようにどちらも赤くなって沈みました。これでちゃんと完成なのかわからないんですけども、とりあえずこの液体から出していこうかなと思います。はい、というわけで入れるものとしてはこちらの脱脂麺とこのお薬ケースですね、こちらの中に入れていこうかなと思うんですけども、本当は透明が良かったんですけども、見つけられなかったので仕方なく半透明なものにしてあります。はい、最後にすることなんですけども、まずはこちらを、開けるんですけども、このグリセリンは再利用できるのでこちらに入れておきます。はい、次なんですけども、次は、とりあえずこちらの容器に出てますね、はい、取り出しました。こちらをエタノールで軽くすすぎます。それでは余分な水分を拭き取っていきます。脱脂麺ですね。アルコールで吸いだので、アルコールはすぐに飛ぶと思いますので、そこまでしっかりしなくていいかと思います。はい、ではこちらの容器出ていこうと思います。はい、こんな感じですね。ちょっとうまく上を向いてくれませんけど、こんな感じで出来上がりました。あとはこれが本当にちゃんと乾燥しすぎたりとかしないのかっていうのをしばらく置いてみようかなと思います。はい、というわけで作成してから1週間ほど経ちました。見た感じね、普通にたら死体を置いとくのと比べて乾燥したりしてないんですけど、裏側も見てみようと思います。よいしょ。はい、こんな感じですね。わかりますかね。ちょっと同じように放置したタラの死体とか用意すればよかったんですけども、普通はですねこの辺もパサパサに乾燥しちゃうんですけども、この足のみずみずしさわかりますかね。しっかりとできているようです。私もですね、ちゃんと足がしっかりあります。というわけでですね、
置換標本の作成は成功ということになりました。簡単に作れるということで、これからもね、いろんなダンゴムシで作っていこうかなと思います。それでは今回はこんな感じでおります。ご視聴ありがとうございました。